ストプレゼンツ、うまい森、あおい森、GMU のふるさとナビパート3。小川原湖です。小川原湖公園です。ちょっと風強いですけど、めっちゃ綺麗です。めっちゃ綺麗だね。見て、真っ青。東北町の小川原湖公園へやってきました。こちらは桜の名所でキャンプなども楽しめますよ。今日はシジミすくい体験をするって聞いたんだけど、船に乗るのかな。それは後のお楽しみ。まずは美味満載祭りが開かれてる宝庫館へ行くよ。町長さん、すごい楽しそうなイベントですね。そうでしょう。今日はね、あの小川原湖の白魚やシジミを集めた、あの美味満載祭っていうね、とっても美味しいものが集まってる、まあ、そんなね、祭りなんですよ。今日、せっかくなんでね、はい、あのシジミのすくい取りもやってます。グルビスクスやってきません。やりたいです。じゃあ行きましょう。行きましょう。頑張れるな。電柱、はい、今度は私がフォローするので、チューはこれですね。はい、グッと刺して、グッと、もっともっともっと、いきます。せーの。わー、うまいじゃん。結構いっぱいです。おおお、ダーン。おー、来たぞ、来た。あれ、あ、ともともともと、おお、あとは持てるか。あとは持てるか。せーの。やばい、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 やばくね。はい、やば。じゃあ、うわ、大丈夫。ない、やば。やば、じゃあ中これだよ。こんな感じで、本当はこういう大きい鍋でやらないんだけども、今日はね、イベントでこれ家族350人分ちょっとやるためにね、ちょっと大きいね、もうすごくなってね。YouTube に上がります。これ限定なんですよね、今日。はい、はい、300食、男の唐揚げですよ。あ、来ました。はい、はい、どうぞ。はい、食べたい。熱い。こちらは祭り限定メニューの白魚ミニ唐揚げです。とってもいい香りです。それではいただきます。いや、美味しかったね。美味しかったね、うんうん、サクサクしてて、うん、噛めば噛むほど白魚の旨味が出てきて、すごい美味しかったです、うん、そうだね。新鮮な白魚を以前のふるさとナビで違う形でいただいたことがあったんですけど、今回はまた違った白魚の魅力を感じることができました。美味満載祭りを回っていきます。ゴー。いいですね。1年目でお邪魔しました。美味しそう。へぇ、すごい。ワカサギの唐揚げだって。え、美味しそう。ワカサギから白魚をかき揚げうどん、かき揚げだって。あ、いいね、お祭りって感じ。コロッケです。シジミのコロッケとかあるの。美味しそうな食べ物もいっぱいあります。あ、そうですね。実はね、11月の4日と5日にはね、本当にこう収穫の秋を満喫できる、地域産業文化祭っていうお祭りもやりますんで、実は会場2会場なんですけど、本当盛り上がるので、皆さんもね、ぜひ来て、美味しいものをここにもたくさん満喫してもらえればと思います。すごく楽しそうですね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。本当に来ていただいて、今度はね、お友達とか家族とまた遠く町に訪れてください。はい、じゃあ本当にありがとうございました。ありがとうございました。初めて